ドミニクをどうするつもりだ。今度会う時こそ思い知らせてあげるよ。本気になった女の怖さってやつをね。やつと何があったんだ、ボルト。身の上話はまたになりそうだな。カードキーになっていた。カードキーなんてどこにある？運転席にあるだろうが。前へは行けないぜ。この車両にかけるしかないな。おいおい、なかったらどうするんだよ。だからかけさ。時間がないぜ。後戻りはできない。行こうぜ。こんな非常時でも襲ってくるとは死の楽しいんだね。邪魔するな。
外に行けるのか。でも出口はここしかないけどな。エアキャリアか。俺たちを探してるらしいな。一難去ってまた一難。どうするよ。一気いただこう。そりゃまた大胆な。で、くださいって頼むのか。隙を見て飛び乗る。一か八かだな。よし、今だ！ナムさん！なんだ？探してるのは俺たちか。
ったぜ。おい。はい。操縦を頼む。わかりました。ドミニク、よし、あそこに頼むぜ、運転手さん。逃げやがった。ボルトが脅すからだぞ。命がいくつあっても足りないぜ。生きてるんだ、感謝しろ。はいはい。あの道、確かにドミニクがいた。行ってみるか。簡単に行っちゃって。洒落たベッドを買ってやがる。ただの番犬ってわけじゃないだろうがな。ほら、一筋縄じゃいかねえだろう。黙ってろ、見つかると厄介だ。特殊工作部隊、この厳重な警備間違いないな。やはりドミニクがあそこに。どけてめえら。Ha ha ha!